土井都勝、土井都勝は、安土桃山時代の武将、江戸時代初期の不代大,大名であり、江戸幕府の老中、大老である。下宇佐国尾身川藩主、同桜藩主、同古賀藩初代藩主、土井家宗家初代、徳川秀忠政権における老中として、絶大な権勢を誇った。その辞責や資料については現年祭が編纂した、検証や詩に詳しい。 元気四年、1573年3月18日、水野信元の三男、抜子として生まれる。兄に創生した、十郎三郎、神左衛門、茂尾平兵衛がおり、徳川家康の母方の重邸にあたる。土井主の系図には、徳川家家臣、土井都正、小左衛門正都氏の実子と記載されている。この場合、東都海国浜松城、 現在の静岡県浜松市で生まれで、母は母、佐田の利勝の娘という説もある。また、家康の楽園という説もある。後日、天正三年、1575年に、父、信元が、佐久間信盛の残言で、武田勝頼の武将の秋山信とと内通、兵糧を打った県民の罪により、三河大樹寺、岡崎鹿本町矢座広本において、 織田信長の命を受けた、家康灰の平井は近吉によって殺害されると、家康の計らいで、土井利政の養子になった。利政には、実死で長男の現世、神三郎がいたが、それを差し置いて利勝が家督を継いでいる。天正七年、1579年4月に、徳川秀忠が生まれると、7歳にして、 安藤重信や青山忠明と共に秀忠の森役を命じられた。役料は二百票である。天正十九年1591年に相模国に領地宣告を得る。慶長五年1600年9月の関ヶ原の戦いの際には、都市勝は秀忠に従って別動体となり、江戸から中仙道を通って西へ向かった。しかし、品の上田城の真田正幸を攻めあぐみ、 関ヶ原の決戦にはいに間に合わなかったものの、戦後に五百国を数をされている。慶長六年、1601年に勝頭に任じられ、慶長七年、1602年12月28日に一万国を、領して諸行に列し、下佐国を三川藩主となった。慶長九年、1604年、李氏朝鮮より、聖氏、以下の施設が来日するとその事務を総括した。 慶長十年1605年4月、秀忠が上落して、御用税天皇より誠意大将軍に任せられると遂行していた、都市勝も4月29日に15位した大井の神に、上位、任官し、以後は秀忠の側近としての地位を固めていった。慶長13年1608年には、浄土衆と日蓮衆の論争、慶長修論に裁断を下して、 政治的手腕を見せ、慶長15年、1610年1月、下宇佐国桜3万2000国に加増違法となった。10月に、本田忠勝が死去すると、家康の命令により12月1日に秀忠助の老中に任じられた。慶長17年、1612年に4万5000国に加増される。慶長20年、1615年、 大阪の陣が起こると、都市活は、秀忠助けとして従軍し、豊臣氏滅亡後、秀忠より猿け柄の槍を送られ、さらに6万2500国に所領を加用された。夏には、青山忠だ坂井忠だと共に、徳川家光の森役を命じられた。元那2年、1616 16年、秀忠の名で一国一条令と、武家諸派と13条を制定した。 これにより、戦国時代は完全に終わりを告げ、諸大名は爆藩体制に組み込まれることとなった。四月に家康が死去すると、久の山に葬られる際には市勝が、その一切の事務を総括した。元那四年、1618年、黒坂藩主の関和政が改役されたため、和政の弟、関正吉を触覚とした。現那八年、1622年、 家康の側近として、脱腕を振るった、本田正純が失脚した。背景に市勝の策動を指摘する声もある。正純の失脚によって、市勝は、明日ともに、幕府の最高権力者となった。元下九年、1623年、秀忠は、将軍職を家光に譲った。将軍交代の際には、側近も変わるのが通常であるが、歳勝はこの後も、 青山忠都堺忠代,代と共に、家光を助け、惑星に拉腕を振るっていく。寛永2年、1625年に14万2千国に、加増された。寛永10年、1633年4月7日、下佐国古川は16万国に加増違法される。寛永12年、1635年、武家諸ハッに参勤交代を組み込むなど19条に、 増やして、大改定し、幕府の支配体制を確定した。政権が家光に移ってほどなく、徳川忠長と加藤忠広が改役された。家光と内密に測り事を巡らせた都市勝がわざと家光との不仲を装い、謀反の胸を綴った文を諸大名に回したところ、他の諸大名はこれを即座に家光に提出したが、忠広と忠長だけは提出しなかったことが改役の、 契機になったという話がある。なお、年勝活の妹が忠だ長の乳母であったという説もあり、乳母コネクションを重視する作家、長井道子は、忠だ長派とみなされてもやむを得ない立場にあった年勝活と、家光との間に一種の暗闘と妥協が、あたと見ており、意義ありに本し、この事件後に年勝活は徐々に、政治の実験から遠ざかったとしている。寛永13年。 1636年、それまでの永楽通報など民選に頼っていた通貨制度を一新し、官営通報の鋳造を柱とする新通貨制度を制定した。官営通報は明治時代の中頃まで流通していたという。官営14年、1637年頃から中部を病むようになり、病気を理由に老中辞任を申し出るが、家光よに重されて撤回する。 寛永15年1638年11月7日、体調を気かった家光の計らいにより、実務を離れて大老となり、事実上の名誉職のみの立場となった。寛永21年1644年6月に病床に付し、将軍第三の見舞いを受けるなどしたが、7月10日に死去した。去年72、後を長男の年高が継いだ。 土井都勝と同じく、江戸時代初期に幕僚として活躍した人物には、優れた人物が、大勢いたが、中んづく、都勝は、高性差を重んじいたと評される。都勝には、家康の楽園という俗説がある。以下は春吉が表した、市町層には、家康の隠し子であることが書かれているほか、徳川家の公式記録である、徳川三木にも説が紹介されている。 この説によると、都市勝は、幼少時から家康の鷹狩りに随行することを許されたり、土池は三河普代の家臣ではない、破格の寵愛を受けていたためである。また当時、家康は、性質の月山殿との仲が冷え切っており、そのために、月山殿の臨機を恐れて、他の女性に密かに手を出して都市勝が生まれた、という可能性も否定できないところがある。森先蔵は、 父とされる信元と家康の性格を比較したとき、丹妙であった信元よりも、資料深い家康の方が歳勝の性格と共通する要素が深いと考察している。なお、歳勝自身は、楽園と噂されることを大変嫌っていたと伝わる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。